長谷川明1月6日から1987年8月13日は、大将、昭和時代の囲碁騎士。東京生まれ、長野慶次郎門下、応援者、日本棋院に所属、名誉八段。首相敗走脱後段者トーナメント優勝、本因坊戦、リーグ4期など、目外しを得意とし、軽く足早な気風。統治下戦法や、 なだれ定石の公安者としても知られる。1975年から1978年まで日本金員理事長を務めた後、日本金員顧問。東京小事町に生まれる。旅館を経営していた父が13歳の時に死去し、伊藤玄次郎を四段に内弟子として入門。一年後に15歳で保映者の長野慶次郎に入門する。1917年入団。 1920年2段の時、若手騎士の研究会6課会に参加。また家の近かった本因坊秀才には、指導後のほか、麻雀の相手などで親しくした。その後3段。後に6課会にいた、獅子倉義子と結婚。1924年の5階大合同で、日本棋院に所属、1925年4段。者との者対抗戦に出場し、 仮金順一に勝って一人抜き。1931年4段の時に、大手合興組、優勝。次の大手合いで5段昇段。1939年放置新聞社5人抜き戦で5人、抜き達成。1941年6段。1944年7段。戦争で伊藤に疎開したが、戦後は1946年の大手合から、参加。 同年の日本棋院新体制で理事に就任し、岩本香る、村島義則らと日本棋院の再建、新海館建設に尽力し、長谷川の後援会長だった津島俊一が日本棋院理事長となった。1949年に第五期本因坊戦の6.7段級予選を勝ち抜いて挑戦者決定リーグ入りし、4勝2敗で橋本宇太郎に次ぐ2位となる。続く、 第6期の挑戦者決定リーグでも3勝2敗で北に実る坂田坂尾と同率決戦となったが坂田に敗れた。本因坊戦リーグは第7、10期にも参加。1953年の最高位決定戦では最高位リーグ順位7位で参加。1959年に首相敗争奪戦優勝、高川各本因坊との記念後にも勝利。 この年は13勝4敗、765の高成績を上げている。1961年に、以後選手権戦で準決勝進出、高松の宮賞受賞、日本金因騎士会長、審査役会常任審査役も務め、1965年3月引退、名誉八段を贈られた。1975年に、 名人戦の朝日新聞一貫問題による、有光二郎理事長辞任の後を受けて、日本議員理事長就任。読売新聞との訴訟の中で、和解案である規制戦争説を実現した。1978年に理事長辞任、顧問となる。東宮御所での囲碁師範を務め、また、週刊後発行も発案した。江戸っ子らしい性格で、趣味はスポーツ。 清本洋楽。おしゃれな人柄は昭和の雄造とも言われ、文章では演じ堂の号を使った。文下に中村秀人。次女は全日本女流アマチュア英語選手権大会、優勝者の大石久子。自身は明るい語風、忍のぐのが得意と言い、目外しを得意としていた。新布石には同調しなかったが、その影響下一見自鳴りの勢力を働かせようという。 工夫で、目外しをよく打っているうちに当地下を考え出した。目外しから3手かけて、隅を固める、なだれ定石またアマチュアの発想をもとに、小目の一見がかりからのなだれ定石を研究し、実践で採用した。高川収穫現代5名勝負シリーズ12、後段者1987年。ありがとうございます。